まだ渋滞します。なんと左ルートが行けないらしくて、右ルートだけらしいんですよね。工事か何なのか分かんないんですけど、もう右ルートだけやから、もうこの状態、全然動かない。はい、養老サービスエリアで休憩30分取ってきて走ります。で、今から中央の、こちら通っていきます。多分こっちの方が早いん で最終が、上里の方のサービスエリアかな。で、多分そこまで届かないんで、どっか手前で、泊まりたいと思います。そこで今日は晩ご飯したいと思います。なので、とりあえず中央道で雨ちょっと上がったんですよね。今のうちにちょっと行きたいなと思うんですが、中央道行くのに一宮が渋滞、まあ、安定の交通集中ということで、多分4km10分、まあすぐ流れると思います。で、今の時間帯が多分混み始めてくるので、ね、今のうちにちょっと抜けたいと思います。それでは中央道に入っていきます。そこから長野道に今日は抜けます。はい、渋滞はまりました。中央道まさかの渋滞。恵那峡を越えて、じゃあ恵那山トンネル越えて、もうじきあっちかな、あっちのパーキングかなぐらいのとこで、渋滞はまってますね。ちょっと長引きそうやね、渋滞ね。どこまで続くかわかんないですけど、どこまで行くかな。えらい渋滞、うん、ちょっと思ったよりもポイントがつけないかもしんないね、これだと。ちょっと計算してちょっとまた走りますが、あと約2時間ぐらいかな、2時間ぐらいしか走れんと思うんですよね。約2時間ちょいかなんで、ちょっと様子見てきます。ちょっと今一番多い時間帯かもしれませんね。この辺で止まるとね、ちょっと今4時間以内より行けるんですけど、ちょっとあと厳しいんで、ちょっともうちょっと頑張っていきたい。まあこの工事多分抜ければ多分大丈夫だと思うんですけど、まさかの中央道、この渋滞、上下線ともですね、えぐい渋滞になっています。はい、これも工事の集中工事かなのあれで多分渋滞ですね。じゃあおバスで、もうおバス停ぐらいしかないんで、おバス停入ります。じゃあ一回おバスで止めたいと思います。あー、やっぱ夜景が綺麗ですね。あー疲れた。それじゃあここで休憩入ります。はい、お疲れ様です。今日はね、おバス停、こちらに到着しましたね。ご飯、準備もできましたので食べたいと思います。本日ご飯 0.55、 ちょっと明かりも今日入れてます。今日はなんと厚揚げ、厚揚げね、厚揚げと明日も食べれるようにひじき、はい、ラップで包んでおります。ということで今日はね、久しぶりに和食的な感じで、味噌汁欲しいんですけど、今日は和食でいきたいと思います。久しぶりのトラック飯にいただきます。醤油とか何もないので、そのままの味でいただきたいと思います。ちょっとね、明かりがねすごいので、ちょっと明かり落としますね。これかな、はい、明かり落とした状態で、では厚揚げいただきます。うん、おいしいわこれ、おいしい。ちょっと醤油ぐらい欲しいですね。うん、うまっ。次はね、ひじきいただきます。ひじき固まってるんですよね。あ、ひじきの方が味しっかりしてて美味しいですね。ひじきご飯でいいですね。うん、見てくださいこのご飯、うん、最高。うん、ひじきとご飯、ご飯じゃない、ひじきと厚揚げ合うっすね。うん、うまいです、うまいです、うまいです。最高。はい、とりあえずね、ご飯食べて、今日はここで休息したいと思います。で、約8時間
8時間休んだ後また出発したいと思います。とりあえず一旦ご飯食べて明日の、ね、おにぎりの分まで作ってお休みしたいと思います。では一旦仮眠したいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。オバステから出発です。めちゃくちゃ景色いいね。夜と違って朝もいいですね、ここね。それでは今から埼玉県小玉郡上里の次ですね、そこまで行きます。約2時間ぐらいかな、2時間ぐらいで着くんでちょっと8時過ぎたぐらいですね。それでは今から現場へ向かいたいと思います。まあ今とこ事故等も何もないので大丈夫でしょう。さあ8時ちょっと回ると思いますね。まあゆっくりのんびり行きたいと思います。霧がすげえ。霧がやばい。お疲れ様です。荷下ろし完了しまして、今現在254から16号かな、あ入ってます。ただね、右折ラインじゃないけど右折がいるからそこで左行こうか。で、今調べたんですけど、もうあと30分ぐらいなんですけど待機場がないんですよね。で、1時までどっかで待機しなあかんらしくて、ちょっとどうしようかな。ちょっとやっぱね、埼玉県、まあ、関東ですよね。特に関東なんかはもう何もないですからね。でも高速もないですよね。ちょっと最悪現場もう一回行って、あれやったら現場一回なんか入らしてもってぐるっと出るしかないかなと思っております。もう包み上がりまして、圏央道、乗っかったとこです。さあ圏央道から、新東名に行きましょうか。いつものパターンです。時間的にちょっと今現在2時半なので、まあどこ止めるかだけちょっと考え持ってしようかな。まあ多分静岡あたりぐらいは止まると思うんですけど、まあもうちょっとその後行きたいんで、もう一回動いて、まあ、どこで止めれるか、まあ見ていきたいと思います。まあ岡崎ぐらいが止めれれば一番いいですけど、まあ無理やったらその先行くんですが、ちょっと時間的に微妙なんで、まあ長島とかあの辺あたりかな、カリアぐらいまで行きたいですね。まあ行けるとこまで行こうと思います。まあ時間的に多分厳しくはなってくると思うので、ちょっと調整しながら行きたいと思います。お、事故や事故、ちょっと事故ってますね。あー、中井の手前まさかの事故。けど15時半ですね。まさかこんなとこで事故になると思わなかった。いやあと中井一回トイレ入りますわ。ちょっとトイレ出ずに来たから、おトイレこの先怖いで、ちょっと一回おトイレで中入ります。で中入ってトイレ行って、ちょっとまあちょろちょろ買い物して、ちょっとまあ渋滞はまる感じになると思うんですけど、すぐには多分解除ならんと思うんで、どっちにしても突っ込むしかないんで、時間的にもそこまで余裕がないんでね。まあ、中井パーキングまであと 1.7 キロなんで、ちょっとなんとかそこまでは行きたいかな。もうおトイレ限界やしね。今雨も小雨ぐらいなんで、ちょっとあんまり降ってないのに行きたいと思います。今ねおトイレ行って出てきたんですけど、まだ渋滞します。なんと左ルートが行けないらしくて、右ルートだけらしいんですよね。工事か何なんか分かんないんですけど、もう右ルートだけやから、もうこの状態全然動かない。足柄まで26キロなんですけど、普通で言ったら25分30分、約3倍の時間、1時間半になっております。あと走れるのが1時間半です。ということで足柄でね1回430になります。はい、ちょっと今トイレ行っただけなんで時間見てなかったんですけど、足柄で一旦休憩なるかどうか分かんないですけど、左ルート行ければ、サービスエリアあったんですけどないんで、こればっかりはもう仕方ないということで、とりあえず足柄で一旦430撮りたいと思います。もう動かんので
どうも行きません。さっきまで1キロ5分とかあったのに、もう全然5キロ50分以上、3倍ですね。ちょっと仕方ないんで、このまま、進みたいと思います。右ルート左ルートのとこで、もう左側は工事で行けないんで、右ルートだけですね。まだ動きません。ずっとこの状態、もうかれこれね1時間以上経ちます。ずーっとこんな感じですね。中井からここ来るまでこんな状態ですね。もう動かんな。これが現状っすね。もう、まあ、この先多分左ルート右ルートが合流するんで、多分それでかもしれないですけど、辛いな本当。あと走行できるのが4時間以内なんですけど、あと30分、足柄まで50分あるんですよね。もうこれはどうもできないんで、とりあえず足柄で止まります。はい、下ろし完了です。久しぶりの枚方の方面から入ってきております。まあ、ここもね動画結構出してるんで、またよかったらここの左折ですね、そこもまた動画、過去の動画載ってるんで見てください。さあ曲がって帰ります。あー久しぶり疲れたね。ちょっと左後ろにバイクが来てるんで注意して曲がります。巻き込みしないようにちゃんとゆっくりと、よいしょ、あ、こうしゃ見ない、よし、うん、さあ、ほんなら今日はこれで運行、あと帰って積み込みして終わりでございます。いや今日は疲れたね。まあ、久しぶりに、初の現場ばっかりやったんで、まあ、ドキドキワクワクしましたが、まあ、なんとか無事に早くも降ろせたし、でこれ早く帰って早くも積めるんで、今日はお昼で終わりたいと思います。まあ、いろいろ動画ね作っていくんですけど、ちょっと長距離がないとなかなか、動画としては成り立たないとこもあるので、またそれ以外の動画いろいろ作っていきますけれども、まあ、ちょっとそういったとこも含めていろいろ見てください。いろいろちょっと動画作りたいんですけど、まあ、いろんな制限もあったりとかして、なかなかうまくできないとこもありますけど、それもちょっとご理解いただいた上で、今後ともよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画も見てください。ひげちゃん風でした。バイバイ。